はい、皆さんこんにちは。エルカチャンネルの翔です。今日はですね、ちょっと車の、メンテというか、ちょいちょいやってた分のちょっと修復をしたいと思います。はい、ではまずですね、今つけているヘッドライトをちょっと純正に戻したいと思います。パッと見は今つけてるやつの方がいいんですけど、なかなかですね、ちょっと夜間走る時がちょっと今のやつじゃちょっと暗くてちょっと見づらいので、純正の方に戻していきたいと思います。次がこれなんですけど、ラバースプレーで塗ったやつじゃないんですね。これは確か普通のスプレーで塗ったやつなんですけど、結構剥げてきているので、そこをちょっとラバースプレーで塗りたいなと思ってます。まあそういうことで、とりあえずやっていきます。はい、じゃあ今ヘッドライトは交換が終わって確認も OK です。じゃあ続いてヘッドライトじゃなかった、続いてサイドミラーの方ちょっと塗っていきたいと思います。ただ今日はすっごい風が強くて、本当はこういう時にするもんじゃないんですけどね、まあちょっと時間もあったんでちょっとやりたいと思います。よいしょ。あー最悪だ最悪だ。養生するやつが何もなかった。テープしかない。どうしようするかなやめるかな。まあいいか、ちょっとやってみましょう。では、いつも通りで、液体ラバースプレーを使っていきたいと思います。とりあえず今目立つとこだけちょっと塗ってみました。まあこんな風が強い日にするやつはいないよね。俺もしたくなかった。でもやっちゃった。まあということでちょっと乾くまで待ちたいと思います。はい、じゃあだいぶ乾いてきたので、まああんまり良くはないんですけど、まあ見てやってください。先に比べてだいぶ分からなくなったんじゃないですかね。ただやっぱこんな風が強い日にしてるから、正直ゴミが飛んできたりとか、やっぱちょっと気泡ができてますね。こんな時するからですよ。まあぱっと見遠目から見たらわからないので問題ないんじゃないですかね。まあ俺がいいならいいでしょう。じゃあそういうことで、あとちょっとタイヤだけちょっと磨いて終わろうかと思います。他のとこ磨けよって話なんですけど、今日はもうタイヤだけです。あとはタイヤ磨きに、こちらのアマオールを使っていきたいと思います。はい、じゃあタイヤ磨きも終わりました。結構綺麗になったんじゃないですかね。まあもう取れない汚れもあるので、まあツヤ出しってことで今日だいぶいいかと思います。ただもうタイヤもこれももうこの車を買ってからなので、もうだいたい5年ぐらいは経ちましたね。なので結構ほら、なんかタイヤの溝もこんな感じになってきてるし、タイヤの側面ほら分かりますか、亀裂が入ってるので、これがやっぱり4本とも入ってますね。こんなところとか入ってるので、今は言うほどはないか。あ、そうそう。ほら、ここ、前回塗ったやつですね。これが結構取れてきてるので、次回ちょっと一回これ剥がしして。新しく塗り直そうと思います。まあ天気が良くて風がない日が一番いいんですけどね。あー、こいつが一番わかるかな。ほら側面はということで、今回はここまでです。それでは。